かわいい、ありがとう。髪色は変えてないよ、そのまんまだよ。声優さんのテレビ見てる。サインコメント面白い、よかった、嬉しい。なるべく詰めて書くように意識しました。髪伸びた、すごく伸びたけど、なんかロング感がまだないんですよね。I like you. Thank you. 声が好きとか言われたことないけど、ありがとう。早く伸びないかな、髪の毛。髪トータルで考えたら伸びた。でも切ったのは3センチくらいかな。まあ3センチなんて2ヶ月もあれば伸びるでしょう。まあでも2ヶ月後に3センチ切ったら意味ないんだけど、私の不安があったので。3センチ切らないとまとまり感は出ないって言われて、なんか結構段がついてたみたいです。まあ4ヶ月くらい切ってなかったからな。前は染めただけだった。ここまで伸ばしたら髪、いやマジでもう 今ですら髪の毛乾かすのめちゃめちゃめんどくさいと思ってやってるのに、これ以上伸ばして私は乾かすっていうか管理ができるのかっていう不安もある。髪の毛傷んじゃうんだよね、すぐ。よく巻くからさ、毛先とか特に傷んじゃう。眠いな。なんで今日何もしてないのにこんなに眠いんだろうか。自転車で走ってきたらすぐ風邪ひくわ。風邪ひいちゃうわ。はあ、くしゃみが。ない。ああ、こんなに堂々とくしゃみする人いないよね。ミスったわ今。すごい素だった。びっくりした。今全然可愛くなかったくない。エクシャリーが。みんなのショールームを暇。わざといくしゃみだった。おだわりが鬼滅見てる。そうなんだ。今花粉すごいらしいね。ファイター。いや私も花粉症なのかな。なんかちょっと鼻がザーザーしてる気はするけど、なんか普通にホコリアレルギーなのか、部屋掃除してなさすぎてのホコリアレルギーなのか、花粉なのかはよくわかんないんですけど、ドボンのイベント、悩んでます。私今までそういうイベントあまり参加したことなくて、ちょっと悩み中ですね。なんかねえ、どうなんだろう。あんまり争いは好きじゃない。少女漫画みたいな。少女漫画、少年漫画みたいな。変なキャラみたいな。争いは好きじゃない。ビキニね、ビキニ着れるような体型じゃないんですけど。そうですね、これ以上誰かが傷つくのは嫌だ。そうそう、ちょっと癖のある系のキャラ。
ヒロインみたいな感じにしようかな。もうやめて、争いは何も生まないわ。争いが生むのは悲しみと憎しみの連鎖だけよ。のたさん、ハートゆかありがとうございます。でもさ、あのドボンのやつってさ、やりたいよ、やりたい気持ちはあるけどね、私の中の弱気な子が言ってる。だって全グループいるんでしょ。全グループじゃないけど AKB と STU さんと SKE さんだっけ、結構な人数いるのにいけるかって私の中の弱気ちゃんがねつぶやいてる。晴れたけど、ありがとうございます。すごいね、定型文にしたらみんな押してくれるんだね。ちょっともう一個ぐらい定型文変えちゃおう。何がいいかな。4グループの3人ね、グループ同士はどうやって競う、なんかねしっかり決めてやりました。プラメ、あーごめん、あんまり今日のプラメしっかりした、でもいつもなんだけどごめんね。挑戦してみたい気持ちはあるけどいけるかって私の中の私が言ってる。予選だけでも頑張ってみる。今日のぞといやつないよ、今日は一個もない、もうネタがない。あざといは前はたまたま友達と遊びに行ってた時に撮ったやん、あれだったから。あれっぽくない、めちゃめちゃ二人で抜けちゃおっかってやつ。ちゃんとちゃんとあざとい、今までのやつあざとくなかったけど、いや言っちゃった、あざとくなかったって、いや今までのやつもあざかかったんだけど、そうあざとくな、あざとさをねちゃんと前面に出していった。あざといがね初めてレベルで出したかなと。なんかちょっと嫌な女感もあるじゃん。26日までだって。今日は23だからあと3日か。各グループ、全グループ候補者一斉ランキングの中から各グループの上位3名予選突破できる人数少な。今までハッシュタグがあったとこなかった、本当？今までさらっと読んでたんですけどびっくりしちゃった今。本戦予選もちょっと通らせてもいいんじゃないって思うよね。うーんねえ10人くらいねいけばいいじゃんね。だってチームメイトだけで40人いるんだよ人数。まあ全員しなくても、まあ、30人は立候補するとして3人って。26日アンロケ四国編の再放送、そうです、皆さんぜひ見てください。あれ応援されてるのかな、私があれあのドゥルルルルルンってなってピッてやったやつなんだっけ。あのルーレットで何個か出せるみたいなやつで
8を出した伝説のやつ、6から8個で8を出すっていう天才的なやつ、あれオンエアされてるのかな、わかんないけど、なんかねえ、なんだっけな、ガムのやつ、各グループ一冊出してもね、いいじゃんね。 AKB 各グループ一冊でも割り返しあれだけど、あーそう、メントス奇跡のメントス、あ、8出ると思わなかった。こんばんは。四国編はゆきちゃん出てるよ。え、何の話？ドボンやってみるだけやってみる？私もね、ちょ全然はっきりここでさ、かっこよく私はやりますって言えたらいいんだけどさ、ちょっとごめんね、ふわふわっとしてて。そうね、やってみるだけやってみるのはあり？いろいろちょっとね、悩み中ですね。くしゃみ出そう。やっぱ花粉なのかな。花粉かもしれない。こんなにくしゃみ出なかった。ゲチュゲチュ君だけを。まあもうちょっと悩もうかな。もうちょっと悩みます。やばい、花粉かもしれない。本当に私花粉何かはあるんですけど、なんかいつもそんなに重くないんですよね。知らないふりのハートをトゥ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 ゲトゥゲトゥ。まだ3日ある。そう、まだ3日あるから。で、3日で決めれる気もしないんだよな。花粉多い、毎年毎年花粉多いって聞いてるけどって言って期間終わってる。いやそれもうマジ、私マジでワンチャンやりかねないからな。こんばんは。しゅ、年齢、 AKB は年齢によって敬語、いえ先輩、後半だって後輩で敬語使ってます、基本的に。こんばんは。AKB 関連のイベントあった時に遠征したらお土産買ってたよ結構。でもこれいらん、確実にいらんかったろみたいなお土産も買っちゃってたりする。あと山口行く時に岡山途中電車で寄って、あれきびだんごを買ったんですけど、まあ見事に山口のホテルに忘れて帰ったよね。いっぱい食べようと思ってちょっと大きめのやつ買ったんですけど、わざわざ大きめのやつ買ったのに全部ホテルに置いていくっていうね、悲しさはありましたね。あのきびだんご大好き、めっちゃ岡山のきびだんご大好き。山口着く前に食べきった、いやー違うんですね。私結構家に帰って頑張ったなと思って食べたいタイプの人間なんで、道中に食べたい感じじゃないんですよ。そう、それで思いっきし、あ、なんか山口ツアーの前、まあ結構私ダンスがやべえってなって、結構なんかそれ以外のことに気が回ってたってね、思いっきしもう忘れて帰りましたね。5周年 DVD 見てて、いきなりめっちゃ若い、マジ？
でもそっか、もう2年前。あらららららら、あらららららら、ウィッチはもう一回やりたい。もうちょっと、もうちょっと、あの時のビジュアルよりはもうちょっと今マシかもしれないんで、もう一回やらせてほしい。Which one do you like? Oh, oh. どっちどっちどっちが好きなの。マジで花粉症かもしれない。あ、エヴァンさん星ありがとうございます。ポニポニポニーさんも雪玉ありがとうございます。やばい、花粉症かもマジで。先に決めておきましょう。あの子は私、この相手はウィッチマン。花粉症は花粉症と思ったら負け。確かし。じゃあこれは花粉症じゃない何か。風邪だけどね、そうなってくると。今の時期風邪の方が嫌じゃない？このコロナ禍で風邪ってさ、めっちゃめんどくさいと思う。なんかいろんなとこに届け出出さなきゃいけなかったりとかするじゃん。どっか外出するとかなら。やっぱ急に花粉症。なんでだ。先に決めておきましょう。七個。PM2.5、 あ、PM2.5 もあるの？無理じゃん。特に話すことがないんですけど、どうしましょう。人の噂、確かに。マスク着るつけるとかじゃなくて着るなんだ。珍しくあれですね、3日連続くらいで頑張って配信したと思ったら急に途切れて急に話すことなくなるんですね。毎日してた方がむしろあるのかな、話すこと。ゲームは最近エーペックスやってます。ちょこちょこ。全然あのめちゃめちゃいっぱいはできない、私エーペックス酔っちゃうんでできないんですけど、でもちょっとずつねダメージも与えれるようになって、キルもね時々なんですけどできるようになったんですけど、いや聞いてください、この前なんか降りたすぐのとこに一人敵がいて、あ、もうこれはやばいと思って、武器も持ってないしとりあえず逃げようと思って頑張って逃げたんですね。でここならいけるだろうと思ったら、なんかここならいけるだろうと思ったらね、わざわざその敵が遠いとこまで追いかけてきてキルしてきて、うっざーと思って、味方に位置知らせて、味方がもう武器集めれたとこまで逃げたんでね、あの結局味方がその二人は殺してくれたんですけど、いやめっちゃうざくてマジでイラッとしました。だってわざわざ逃した敵をそんな しかも向こうも武器持ってないんですよ、ほぼほぼ銃1個しか持ってない、絶対弾も全然少ないし、そんな追いかけてくることあると思ってびっくりしちゃった。でも結局ね味方に殺されてたんでざまあ見ろと思いましたけど、で私は結局生き返らせてもらったんで、味方様ありがとうございますって感じなんですけど、そうアイディアを教えません。スプラトゥーンやったことないんだよね。スイッチのスウェイク型はまた買いに行く。マジ？しばらくいいかなって気分になってきちゃった。なんかこんなとこ指切ってる、びっくり。痛い。なんかこんなとこ指切ってる、痛いんですけど、なんで切ったのこれ、かわいそうに。あ、ミッサーから誕生日
プレゼントでハンドクリームをいただきました。わざわざお手紙付きで郵送して送ってくれるって神なのかって感じ。いいファンタジー出れますかね。ちょっと下手くそすぎて何とも言えないんですけど、まあそのうちね、もうちょっと上手になったら、まあ趣味の一つですけどね。ねえミスさんマジ優しょ気の利く女だわ。気の利くというかマメな女だわ。とっても私には一生なれない感じのやつだわ。スバブラやらない。なんかすごいよくわかんないガタガタなっててよくわかんない。今伝わんないかなこれ。でも私牧場物語とかが好きだから戦闘系って向いてないなってエイペックスとかやりながらつくづく思う。さすが美咲さん本当に。私本当にあのテトリスとかああいうパズル系とかなんかのんびり一人でやるゲームがすごい好きなんで、戦う系荒野行動やってた時とかもすごい思った。戦う系向いてないなってそうごちゃついてるのダメらしい。なんか意識をこう集中させてガッてやらなきゃいけないのは疲れちゃうらしいです。春本さんなんかこうずっとダラーっとできるゲームならずっとできるんですけど、そうテトリスも最後の方は忙しいけど序盤はタラタラできるじゃん。結構動画見ながらゲームしたいらしいですよ何かしら そうゆるいゲーム派なんだよね。そのだから桜姫もまあ戦闘もあるっちゃあるんですけど、基本的にはお米育てたりとか結構ゆるめのゲーム、ゆるめなとこも多いんで、マイクラはちょっとだけやったことある。なんか配信始めたら急に花粉症になったんだけど、ピエン街づくりのゲーム、そう弟のねパソコンだからなかなかやらせてもらえないでも私あれマジでハマったらマジで一生できると思う。あれは好きだわ。配信アレルギー、めっちゃショールームに失礼なんでですかね。まあということで私は明日もなるべく家を出ない方向で生きていきたいなって思ってます。です、ありがとうございます。くしゃみです。ねえなんかねえ本当になんか配信始めたら急に花粉症が、さっきまでこんなことなかったのに。かわいいこれ、しんちゃんだと思うんだけど、かわいいくしゃみに仕上がりましたね仕上げました今くしゃみを、ね、日々ねこだわって生きてるんでくしゃみに対しては。マジでなんで急に、さっきまで元気だったじゃん。でさっきまでね 3DS やってたの3DS のね牧場物語やってたの、双子の村。
懐かしいでしょ 3DS なんて。でしょ、マジいいよ。牧場物語な、双子の村マジで私大好き、本当に好き。スイッチでね、双子の村が出てほしい。普通の 3DS です。なんかスイッチで今牧場物語の別のリメイク版が出ようとしてたりとかするんですけど、私なんか前のやつあんまり買ったんですけど、あんまりハマらなくて。このオリーブタウンとか新しいスイッチのやつ出るんですけど、これ買うか悩んでますね。なぜかというと前のやつが、前作があまり私にはまらなかったので。そう、オリーブタウン買うか悩むわ。前作のやつ本当に私ね、なんかあんま好きじゃないって言ったらおかしいんですけど、再開のミネラルタウンか。ゲームとかだとすごい楽しそうなんですけど、なんでだろうね。だとしたらモンハン買おうかなみたいなことを思ってる今は。もう鼻水すごすぎてしんど、急にしんど。なんでこんな、さっきまですごい元気だったのに。モンハンもごっちゃになる。なるかでもなんかハマればいけんじゃねえかなみたいな私の浅はかな考えあるんだけど、今までのもやったこと、いや双子の群れしかやったことない。どうなのかなあ。こんばんは。なんかすごいテンション下がっちゃったな、鼻水のせいで。アマングアス、アマングアスやりたい。でもアマングアスやれるほど友達がいない。アマングアスすごい楽しそうだよね。ちょっとやりたい。でも結構人数いるよね。4人とかじゃダメだよね。6人とか7人。それはちょっと厳しいかなみたいなとこないですか。マンガスで知らない人とでもできるのかな。ねえ、通信ができるの。実況して満足してる、わかる。
に話すことがなさすぎてどうしようかな。そうですね。ああスイッチでできるから配信したらいいや。そういうことね、配信っていうことね。まあ確かに。ドボーン。ちょっと今ね、あれですね。はい。ただピースするだけの配信ってどう？いいと思う。すぐ一人で会話するから。こんばんは。もう花粉。あるんだけど、雪。あともう一個の固定の分何にしようかな。花粉です。こんばんは。よね、テンションによって配信のテンションが違うの良くないよね。でもなんか急に鼻水が出てきて、でいい？鼻水が花粉がすごい犯人なんですけど、花粉なので仕方ない。みんなそんなもん本当？あ本当？他にもいる？なんかね今。こうドボンを頑張ろうというか、ドボン頑張ろうじゃなくて、なんだろう、みんなと時間合わせしてドボンする気力もなければ、ああ、なんで配信したって話だよね。違うの、聞いて、配信始める前まではすごい体調良かったの。なんかめちゃめちゃ体調良くて、いやめちゃめちゃ体調いいは嘘なんだけど、なんか全然鼻水も出ないし、くしゃみも出ないしみたいな、花粉どこみたいな状態。ってなってます今。しますって言った8時50分の時点ではとてもなんか私配信でテンション上げようかなぐらいのテンションだったし、でもないのになんか無計画に始めたんですけど、なんですかね、配信にしようか今日。なんか一生ネガティブなこと言う、ネガティブ配信。鼻水がなんかちょっと鼻水出ちゃうし、鼻水が出て。いやなんかやっぱずっと鼻水。ちょっと光るは明るい、光るだって。ああ。私のこの前のすごい言い間違いの話する？
足首って言いたかったの。足首が痛い。何をしてたのかよくわかんないんだけど、なんか足首が5分くらい一人で爆笑してました。足首が痛かったの。足なんか全然そんなこと言うと思わなくて、なんで急に分かんなかったんだけど、そうすごいびっくりした。足首って痛かったの。びっくりしちゃった。そんな首だけの部分で間違える、ね、手首って言えばよかったのにね。大丈夫、今のは一瞬だったから。そう、なんか口が勝手に動いたんですよ。痛かった。そう、三つの首の一つだ。そう、ちょっと面白かった。ダメだ、出てない、つらい。号泣配信ができそう。寝てる時に思い出し笑い。いや本当にしばらく思い出急にね、急なくしゃみ。無症だったんだ。なんか悲しくなってきた。とんでも、いやでも今までも花粉はあったんですけど、まあそういうこともあるか。ねえ、なんか悲しいよね。勘違い、とんでもない勘違い。何の話？足首の話？泣いてる人の、あ、号泣配信か。なんかで、どうする？私がここで急に泣き出したら。私配信で泣いたことないかも。あるっけ？ほとんど泣いたことないかも。一人で配信して一人で泣けるって結構、いやこれ泣いてる人をディスってるわけじゃなくて、すごいなって感じ。ないよね、こうやって一人で喋ってて泣けるって結構すごいな。やめよう、これ以上言うと泣く人をディスるみたいになっちゃうから。配信で一人で感情がこう
出せなさそう。出せるのかな、卒業発表しますとかいう配信だったら泣けるのかな。いや私なんか発表しなきゃっていう、もしね、もしの話だよ、もしそうなったら発表しなきゃっていう気持ちの方が強すぎて、なんか感情が勝たないかも、義務の方が勝っちゃうかも。なんかみんなにこの卒業するということを伝えなければという、と感謝を伝えなければという気持ちで先に勝って、悲しみはその配信の時には追いついてこないかもしれない。って思う。なんかこれしなきゃいけない、これした伝えなきゃいけないっていうのがちょっとでも前にあると、私感情があんまり前に出ないかもなって思った今。まあもしの話なんですけどね。うん、そうそう、意外と淡々と経緯を説明しちゃいそう。なんかこういうことがあって、こういうことで真剣に考えて、こういうことで、で将来としてはみたいな感じになると思う。わかんないけど。いや本当にファンの皆さんには感謝しかなくてみたいな、なんかみたいな感じにはならなさそうだな。私それを目指すね、頑張る。ね、卒業の発表の配信を目指して頑張ります。頑張りますっていうのも変だけど、昔の私のファンの顔、そうファンの皆さんの顔はずるいかも。なんかみんなが前にいるってなると、なんか泣いちゃいそうな気はするな。別に泣かなくて、泣かなくていい。やっぱ卒業ってなんかこうアイドルの中でもさ、すごいさ感動じゃんって言いながらお菓子を食べようとする。でもなんかちょっとマシになったような気がせんこともないな。うん、でもあれか、自分の思いを言葉、それはあるかも。だって友達言ってた、なんか自分ができることとか頑張ってきたこととかを話そうとするとなんか涙出てきちゃうって。でもその気持ちってなんかちょっとわからなくもないよね。わかる、合ってるか。なんか結構自分のこと話すのって結構勇気、パワーいるから涙出ちゃうよねって感じだよね。こんばんは。女のうちに結構泣きそうになったりとかするじゃん、口喧嘩と感情高ぶると泣いちゃうみたいな感じ。何もしていかなかったね。自分がさ何を、難しいよね。なんか客観的にこういうの頑張ってじゃんって言ってもらえるのってすごい嬉しいけど、自分がそれを本当に頑張ってたのかなって思うと難しいみたいなことない？なんかすごい難しいというか変な話なんだけど、自分はこういう人ですって言語化するのってすごい難しいんだなって思った。怒ってるうちに泣く場合、女の子が実際こう母親とかになって、自分の子供がこうしてほしい、他人から見た自分と自分から見た自分を照らし合わせるのって大変ですよね。
女の人はいろんな怒りがいっぺんに、あ、私も結構自分の気持ちあんまり、なんだろうな、人に言わないっていうか、結構そういうのためらっちゃうタイプなんで、だからお酒飲むと泣いちゃうんだよな。主観と客観ね、確かに。たまに頭から本当に湯気出てるような人。どういうこと？今更それ言うってことあります。あー、こんばんは。今の今夜の話題は自分って何っていうことです。アイドルの配信ではない。今夜の議題、ギャーって荒れる人、女の人は結構ね、いそうですよね。深夜の15分番組。いいね、深夜の15分番組やりたいね。アイリのすごい、だからすごい下ネタ番組の後にこの配信やりたいな。この自分って何、自己分析じゃなくて哲学みたいな。なかなかね、難しいですよね。だって自分ってさ、他人に定義されることで決まっていくみたいな節ない？なんか自分を自分で決めていくってめちゃめちゃ難しいことなんじゃないかなって思うんですよね。だって結局は他人と一緒に生きてるからさ。深夜1時くらいにやってるし、内容全然面白くないやつね。その後にルンちゃんが好きなアニメの話をさ、いいね、ハンターハンターの話とかばっかりするでしょ。難しいね。かわいい、ありがとう。そうね、うん、でさ、これからの人生さ、なんで頑張るって答える？すごい難しい質問を。あ、急に春だけど王になった。あれ？春だけどって答える？マジ？これから頑張る理由、私？年齢によるところ、確かに。こんばんは。お仕事、ねえ、だって私なんてさ、まだ二十歳だからさ、まあ、もしすごい頑張って100歳まで生きるとしても、まだ80年もあるんだよ。大変だね。60年だから6代、もうこの先さ、70歳とかまで働くさ、ような感じになってたとしても、あと50年は働くわけでしょ。そんで70になってまだ30年働くの、終わってもまだ30年も人生あると思ったらさ、大変だよね。22世紀、あ、見えるかも、確かに。
40まで働きますってなったとしても20年30年は時間って何すればいいんだろうね人生50歳くらい、いやー本当によ、さあ多様化多様化って言ってさ、なんかいろんな選択結構今の時代って選べるわけじゃないですか。なんか昔みたいにとかもないし、あなたはこの仕事に就くのです、後を継ぐのですみたいなのもほとんどないし、でも多様化ってそんなにいいことなのかなっていう、これは良くないか。こうしっかり決まってる方がなんかいけんじゃないかなみたいな。そうそう、選択肢ありすぎて何も、そう、自由じゃない方が気楽っていうのなんかあるのかなって思う。それでも多分それはそれで、そう、不満が出るのは、そう、出るのは絶対出るは出るんだけど、でもなんか私みたいって言ったら変なんですけど、私のような感じである程度決めてくれてた方が先に進みやすいのになみたいな人も一定数いるんじゃないかなみたいなだってさ、これからの子供たちがさ、これからの子供たちだって、何、小説これからの子供たちがさ、学校行く選択肢も与えられるみたいな、勉強が義務じゃなくなって勉強も好きにしたらいいよみたいな、何でも選んでみたいになると、選ぶって難しくないみたいな思う。平凡に生きることの難しさよね。いや、こんな雑談で、いや、私こういう話好きすぎて話すると結構難しいじゃん、考えが合わないのがすごいに見えるからさ。まあでもこの人こういう考え方があるんだってこの自由の大事さを実感し痛感した。確かにわかるけど、それだけど平凡になりますいいことなのかちょっとわかんないけど自由、なんだろうね、あれかな、結局は自由な選択肢があるよって出されてくれてるだけで人は安心できるのかな。もうあなたにはこの道しかありませんって固定で出されると嫌じゃんちょっと嫌じゃん。でもあなたはこの選択肢を進んだ方がいいけど他の選択肢もありますよぐらいが一番楽なのかもしれないね、わかんないけど。晴れたけど雪まあ結局はね、時代の流れにね乗っていくんですよね。生きるって難しいですよね。あ、ドタバタエイトさん、ハテクありがとうございます。でも楽しく生きていきたいですね。どうなんですかね、およそショールームでするとは思えない話をしてますけど1時間経ちました。
この人生を考える会ちょっと定期的にやろうかな人生って何みたいなテーマで人生論を語る会。まあそうだ、途上国に行ってみる。そうですね、私もそうですね。確かにさ、まあこれだけ恵まれてるからこんな贅沢なことが言えるっていうことかもしれないですねご飯も満足に食べれて、家もしっかりやってっていう状況だからこそ言えるのかもしれませんけど、でもやっぱりね、上を目指していかないといけないから恵まれた上で何ができるかをね、考えていかなきゃいけないからみんなと騒ぐことも許されない。まあ確かに、早くワクチンできるといいですね。できてるのか、早くワクチンが普及するといいですねああ哲学的な締め。いやでも最後、ワクチンできると、ワクチン早く普及するといいですねっていう、あんまり中身のない、みんな言うだろうなみたいな内容だったから終わろ。ちょっと花粉症治ったかな、なんか1ミリくらい気がしますということで、私が春だけどって言ったら生きていってください。いきます、春だけど。僕は皆さんの元に届けに行きます。徳島県代表、春元幸です。ということでランキングをやめます。13位工藤さん、ありがとうございます。11位ピンク亀尾さん、ありがとうございます。ありがとうございます。9位幻さん、ありがとうございます。8位正幸さん、ありがとうございます。はい、ひとゆうすけかいさん、ありがとうございます。5位ジョルさん、ありがとう。直樹さん、ありがとう。3位羽生馬さん、ありがとうございます。2位野田さんです。ありがとう。1位はおひでさんです。ありがとう、イエイイエイイエイということで、なんかよくわかんないトークテーマで話しちゃったんですけど、まあ最初のね、花粉症でテンションがガン下げだった頃と比べたら、ちょっとまあまだ哲学的な話の方がマシだったのかなと思います。ということで、ありがとうございました。みんな私の花粉が治ることを願ってください。ありがとう。バイバーイ。イエイ。